あれだね、珍しく廃墟の話を聞いてきました。あのー、あまり廃墟の話っていうのがないんだよね。でそいつらがあ結構俺より何歳 ?5 歳6歳若いぐらいの人たちで。あーあのー 今、うちの職場にいる新人さんの話なんだ。ある廃墟に、その人たちが行ったんだよね。まだ職場に入る前の話だから多分1、2年前の話。夜、12時過ぎた頃に、そこの廃墟っていうのがそういう心霊スポットで有名な場所らしくて。まあそこに入っていったみんなで、4人だって。4人、うん、4人、4人っつったよな。で、 そこの入ってって、まあ、どん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 奥進んでいく、まあ、人の中来るとこじゃないんだよ山の中なんだすごい怖いねーなんて言ってて一人が人の声がずっとしてるもん。これ気のせいかなでみんなに聞こえてないって風か何かじゃないそれかびっくりさせようとしてるのそんな感じだった えまあどん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 行って、そこのね、廃墟っていうのが結構でかい廃墟で5、6回まであるって。進んでいくうちに、そのね、A さんは、そこは怖いって言い始めた。さっきその声が聞こえた人ね。怖いって言い始めて。いや、怖いも何もって、こんだけ人数いるしって、こんだけ明かり、光量があるもの持ってきてるからってね、ライトも結構持ってったらしいんだよね。結構、本当明るいライト。 を持ってて、俺もね、後からそのライト見せてもらったんだけど、それと同じライトをこの前買って、心霊スポットの撮影でいつ使えるかなーなんて。まあ、どんどん進んでいくで。どん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 声が近くなってくるっていうんだって。A さんにしか聞こえないで。その A さんっていうのは、そのお化けとかを信じないんだよね。俺がそのー心霊スポットに撮影行ってても頭おかしいんじゃないですかとか、普通にね、俺の部下だぜ。なのに言うんだぜ。もう勘弁してくれよってさ。 あるところまで歩って言ったら「ここだここだここ」って言うんだってね「え何がここ?」ずっと声がしてんだよねある部屋にたどり着くんだけどその部屋がちょっと薄気味悪いんだよね他の部屋と違うって何柱が倒れたりしてるんだって 鉄のパイプとか鉄筋がもう崩れちゃってるちょっと危ないような部屋でそこにお札が1枚貼ってあるんだってもう結構古いお札だってなんて書いてあるか分かるし,かるしないお札が1枚ど真ん中にパッってあの貼ってあるんだってこっから声がしてるんかなって言ったら他の人うめき声が聞こえ始めたって言うんだよ でええ,えって動物でもいるかってそうじゃない人の声だなんだよこれお前これ聞こえてたんかそう多分今聞こえてるでしょこんなことなんてあり得るのだってみんな聞こえてるでしょ何これって言ってる間に その、あのー、お札が貼ってある左の部屋っていうのがやっぱり少し崩れてるんだってね。でそっちから、おいって言われて、ええー、って言って、まあ、見た。人が中にいるんだって。出してくれ、こっからっ鉄パイプとかがま崩れて、まあ、同じような惨状だわ。 そうなんだよって人じゃんっつってそこ開けようとしてるもまあ重いんだよねまあ全然全然もう動く,動くようなもんじゃない瓦礫でどうしたんすかって聞いたら入ったら出れなくなっちゃったってんーまあこっち4人いるからいけるかなと思ってちょっと手伝ってってみんなであの、やろうと思ったら他の人がもう何やってんだよ 何やってるお前いやこれ動画されて出れないでしょ何が出れないのそこで気づいたんだってその人と話してるのがその A さんだけなんだってえって思った時にはもうその人がいなくなってたってでみんながそこで察するんだよえ な何見てたんだこいつって途端にもう何も言わないで全員走ってそこの廃墟を出て「何見たお前」って言ったら今のことが今のことを話してきたって人が中で出らんなくなってたって「入ったんがいいけど」ってあの出らんなくなっちゃったちょっとさそういうのやめてくれるってふざけてやってるわけじゃないでしょって。 A さんがその時ガチめにその木材だの鉄パイプをどかそうとしてみんなにちょっと手伝ってくれって言ってるもんだからもうみんな顔を見合わしちゃってるわけだよねそこで分かんないってで聞いたら人がいるってみんなには見えてない A さんにしか見えてないもう声が最初聞こえるって言った辺たりからもうおかしいとは思ってたでも全員にそれうなり声みたいなもんも聞こえたってあそこなんかあるぞ鳥さんそこって行かないんすか いやちょっと四国は無理だなーって四国はちょっと遠いかなーって。ってかお前らなんでそんな四国の方まで行ってたんて聞いたらそいつらもともと4人組で心霊スポットを回るのが趣味だったんだって。でまあねスタジオ入ってうちの部署来て。 俺の YouTube がバレてそれからねあのー、そういう話をしてくれるようになったんだけどまあ信じやしないんだけど変な体験遭遇しまくってるっていう話俺はうらやましくてしょうがないわで、そこの廃墟の場所をあの教えてくれってね今度は頼もうかなーと思って今ちょっと話してるんだけどトリさんと廃墟行くんですか廃墟っていう廃墟はあんまり行ったことはないかなーって秩父の奥にある ゲームのサイレンの集落とかわかるって。荒井さんちとか、とか、ね、あの、ね矢野、水力発電所とか、ああいうとこぐらいじゃないかなーって。まあ、とある、まあ、あんま名前出さない方がいいか。ホテル、とあるホテルとかも行ったことあるけど、やっぱ中に入るのはちょっと、あれかなーって、なんかあった場合、ちょっと社会的地位な問題が、ちょっと、あれじゃんって、そうですよねーって。今度はそこ行きますかって言われて。うん。撮影の時な、って言っときました。